普通やなとか上手やなとか言われたらちょっと嫌やなっていうくらいですかね。はぐれもんが好きって感じですかね。変なやつ自分はどうとか言うの。自分はめっちゃ普通やと思ってたし、全然ダンスとかビートとかめっちゃ変わってるなとかよく言われたりするけど、全然そんなことなくて、めっちゃ普通の感覚でめっちゃ凡人やと思うんですけど、ただちゃうのはやっぱそういう変なやつ好きみたいな感じですかね。この人の踊りやったらじゃあ俺はこの人でいいわとか、別にこう欲からなくなるというか代わりになる感じとかは嫌っすね。あ、こいつ服装全然気にしてないなみたいな、かっこいいなと思うけど、なんかそれお前がお前に好きで選んだんちゃうやろみたいなとか見たら、こいつはそういうやつだなって思う。